犬井正方の墓館製法は、江戸時代前期の土佐藩上司。六高は五百国。板垣支流犬井氏の第四代。妖名は、彦一で、通称は昭栄門。家門は、茅野のうち十文字。土佐藩上司、犬井昭介の着男として、高知城下に生まれる。母は、早崎岩美の娘。1649年1月21日、土佐藩主。 山内忠義に総領を目見え押せつけられる。1672年7月6日父、井井昭介が江戸で病死する。1673年、土佐藩主、山内豊正より、防府跡目のうち、薬領である足軽地を除いた、元々の治療校である三百国を無双位下し置かれ、大囲御昌制を命じられた。1679年11月21日、 お餅ちずつ支配を命じられる。1688年1月1日、外輪足軽地を下し置かれた。1689年10月12日、旗郡中村への財番を命じられる。1690年、江戸金番を命じられる。1700年10月12日、土佐藩主、山内豊房が初めて土佐へ入部し高知城に入城するのにあたって、 幕府への礼のため江戸へ使者を命じられ、10月28日に江戸へ着いたが、豊房が御遠行となったため、差し返された。1703年、当分、大間回り支配を命じられる。1709年10月24日、土佐藩主、山内と与の時代、大間回り組頭役を命じられ、役領地に100国を下し置かれた。ただしそれまでの鉄砲地は差し戻されたので、 総六高は五百国である。1711年、病気によって願い立て祭り、組頭役を指面され、大間回りを命じられた。1715年7月16日病死。墓は、土佐国土佐郡あざみの村板柿山の山頂にある、代大墓地に建てられた。ありがとうございます。